青海省は中華人民共和国西部に位置する省。省とは青年市。1928年に青海省成立。省名は将来に国内最大の故障である大御湖があることにちなむ。この省の領域の大部分はチベット人自身によるチベットの地方区分でいうアムド地方に属し、アムド地方の西部から中央部を占めており、東南部に位置する。 ヒクド一体のみ、カム地方に属する。また、モンゴル人は、この地や、そのモンゴル系住人を、デートモンゴルと称する。2005年に1月省庁に就任した、総集団は中国で20年ぶりの女性省庁である。この省の領域を枠組みとする、地方行政単位の成立は、養成帝のチベット分割に遡る。新朝の妖精帝は、 1723年から1724年にかけて、当時この地方を含むチベット全土を支配していた、オイラト系モンゴル人の愚ハ藩一族を征服、彼らの支配下にあった79族と呼ばれる諸部族を、丹羅山脈を境に南北に分割、青海40族とチベットの39族に二分した。新朝は青海、モンゴルや40族などの諸行を、青年から支配。 この枠組みは中華民国にも引き継がれ、青海省の基礎となった。中国の現行の行政区画としてのチベットと青海は直接にはこの分割を起源としたものと言える。青年史古代の西獣の地で、元代には教族が占拠し、西京と呼ばれた。隋王朝は再開、川源などの軍を設置したが、豊久根が勃興し、領域とした。七世紀には、 一晩のチベットと東欧朝の中国の構想の舞台となり、8世紀に大部分がチベット領となった。822年、チベットと中国の間で和平と国境を定めるための条約が締結され、大巫湖の西南にある実月山が両国の国境と定められた。条約の文面は、チベット語と中国語の二カ国語で石碑に刻まれ、チベットのトラサ、中国の都長安。 実月山の三箇所に設置された。ラサに設置された石碑のみ、現在まで失われずに残り、東茂る解明碑として知られている。トバンの統治下で、この地に居住する諸種族の多くが、チベット人としての自意識を持つようになって、現在に至っている。宋代には、トバンの末裔が樹立した青東王国の拠点となったが、タングルト系の成果に併合されて滅亡した。 17世紀の半ば、西モンゴルオイラトブのグシハンがイカを引き連れて、チベットの各地に移住し、チベットを征服した際には、この地位が本拠地となった。現在この省の中央部から北西部にかけて居住している青海、モンゴル族は、この時移住してきたグシハンのイカの末裔である。18世紀、新朝の妖精邸は、グシハン一族の内紛に乗じて、 大見地方に攻、グシハンの子孫たちを屈服させ、一族がチベット各地に保有していた権限、権益をすべて摂取。青海、モンゴル族は、明記制により、再編、チベット人諸公たちには、各級の土色の称号を与え、諸領を安堵するという支配体制を築いた。新末以来、ムスリムのバシ政権の支配下に置かれ、1928年、 火星回廊の南部と合わせて、青海省が設置された後も、遊牧地域では、従前と、さほど変化のない社会構造が継続した。1950年代半ば、中国人民政府による民主改革が行われたのを契機に大規模な、交中放棄が勃発、チベット動乱の引き金となった。1958年以降、原爆、水爆の開発が同省内で行われている。 2010年4月13日には、大見地震が起こっている。製造高原東北部に位置し、甲賀、長江、メコン川の水源地帯となっている。小東北部に、中国最大の内陸塩湖、大見湖がある。西北部には乾燥した、サイダム盆地が広がる。大陸性高原気候で1日の温度差が激しく、降水量は少ない。北部から東部にかけて、寒縮症。 南東部は、四川省、南部から西部にかけて、チベット自治区、西北部は、新疆ウイグル自治区と接する。1724年、妖精のチベット分割の際に、新朝が愚子藩一族より接収したチベット東部の最北部に、大見地方が設けられた。その領域は、青年弁時代人間活火の青海猛虎四十期と、チベット系。 モンゴル系の諸侯40やからなる青海40族の所領を合わせた範囲で、大海猛虎40旗は、明紀制、青海40族は、土資制によって管理された。世襲の領主に所領を安堵する、明紀制、土資制度は、侵害革命によって成立した中華民国、また1928年にこの地に小制度を敷いた南京国民政府の下でも引き続き維持され、 廃止されたのは中華人民共和国政府によってである。人民政府による行政区画は2014年現在、6時週、州休止を管轄している。詳細は下部データボックスを参照。民族分布の特徴としては、農耕の敵地や各種工業の盛んな東北部の一部地区において、顕著な多様性が見られる一方、人口の希薄な残る大部分の地域においては、 遊牧を制御とするチベット人とモンゴル人の天地である。そのため、青海は中国の五大木地区地区の一つに数えられている。青年市と付属の諸県、海東市にかけての東北部は古来より諸民族が居住、往来し、攻防した火星回廊の一部分で、漢族、海族をはじめとする様々な民族が分布している。 正面積の7割近くを占める、省の中央部、北部、西部、南部は、かつての、大海猛虎30期の遊牧地、あるいは青海40族の居住地域で、これらの地域の大部分では、住民のほとんどが、青海猛虎30期や、青海40族の末裔である。ただし、中華人民共和国成立後、中央部に、鉱山都市ゴルムドが開かれたことで、 民族の分布比は大きく変化しつつある。遊牧地域に居住する民族は、主として以下の2種類である。この省の東北部に居住する諸民族のうち、主なものは以下の通り。2004年の全省生産総額は、対前年比17.2%増の455億人民元であった。もともと、毛沢東時代に、大ソ連戦争に備えて、軍事工業が、 内陸の青海に配置されていたが、2000年以来、国務院の西部大開発計画によって工業化が進展している。しかし、少数民族の農牧民の収入は依然として低い水準にある。2006年7月1日、ゴルムド・トラザを結ぶ製造鉄道が開通した。ありがとうございます。